金田新章は、北海道ホロノ延町出身の書家である、文部省事務官なども務めた。新章は高尾で、本名吉尾。金田新章書道美術館1908年、北海道手塩群ノ延町に生まれる。1928年、20歳で、鈴木水県に支持した。また、同年北海道札幌支配学校卒業、文部省教員検定試験に合格。 小学校、中学校、女子高等師範学校の修士課での教員生活を経て、1943年に文部大臣官房秘書課職宅となり、文部省に入省した。文部省では、修士の教科書執筆や、学習指導要領の編纂などに携わったほか、賞状、式辞などの記号を担当した。書家としては、推計に指示したほか、 1933年から書道芸術者にも同人として参加。戦後は毎日書道天審サイン、日展表議員などの役職を歴任し、1965年、日展文部大臣賞、1971年日本芸術委員賞を受賞した。1983年、訓四等旭実賞受賞受賞。1990年、肺炎のため82歳で死去した。 15位。出身のホロノベ町には、1989年の、ふるさと創生事業で建てられた、金田新商書道美術館がある。ありがとうございます。